はい、皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは、今回なんですけども、最大1000ポイントゲット、Amazon で D 払いを使ってお得なキャンペーンということで、今回は Amazon で D 払いで決済をしたら最大で1000ポイントがもらえるというキャンペーンについてお伝えしていこうと思います。ということで、早速概要からなんですけども、Amazon での D 払いご利用で D ポイント漏れなく、最大1000ポイントプレゼントということですね。こちらのキャンペーンに関しては、まずページ内でエントリーが必要となってますので、お気をつけください。内容なんですけども、特典1ということで、7月の1日から8月の16日の間に、Amazon プライムの会費のお支払い、プラス、7月の1日から7月16日の期間に、総額1000円以上を Amazon で D 払いを使ってお買い物をしたら500ポイントがもらえるということですね。まあ、このキャンペーンを行うタイミングとしたら、今月開催される年に一度の Amazon プライムデーという、まあ、めちゃめちゃ安いキャンペーンがあるんですけども、Amazon の。で、そこで7月の15日と7月の16日の2日間開催されるので、まあ、そのタイミングでこのキャンペーンを使ってみるのいいのかなというふうに思います。で、特典2ということで、先ほどお伝えした条件を満たした方はさらにということなんですが、Amazon Music Unlimited の会費のお支払いを D 払いで行った場合、D ポイントをさらに500ポイントプレゼントということですね。ちなみに Amazon Music Unlimited というのは Amazon がまあ提供する定額制で音楽が聴けるサービスですね。まあ全部で6500万曲が聴き放題でオフラインでも使えるということですね。まあ現在は入会して4ヶ月は99円で使えて5ヶ月目以降というのは月額780円というサービスになっています。ちなみにプライム会員でなくなった場合は980円なのでお気をつけください。今回こちらのキャンペーンページにも出てるんですが、Amazon でのお買い物は D 払いでおすすめする2つの理由ということで、1、Amazon で D ポイントが貯まる使えるということ、そして Amazon でお買い物の際にクレジットカードが不要であるということですね。そして今回一つ気をつけてほしいのは、このキャンペーンはドコモユーザーの方だけ限定ということですね。こちらのキャンペーンや Amazon プライムで含めて、この D 払い 20% のキャンペーンも組み合わせて使うことができるので、かなりお得にお買い物ができるんですが、Amazon のですね、決済画面にて D 払いのセットができるのは、ドコモ回線を利用されている方のみとなってますのでお気をつけください。僕はソフトバンクユーザーなので、登録の際に見事に弾かれました。一応ですね、下の概要欄にキャンペーンのページのリンクも貼ってますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。